どうも、こまみれです。よくさ、社会人としてなんて言われますよね。特に会社で働くサラリーマンの人が多いのではないでしょうか。社会人として常識ある行動をしなさいとか言われるけどさ、その言ってる上司はさ、どれだけ社会経験あるのって話。社会ってのは、 この世の中全体を指すものであって、その会社がどれだけの広さなのってことよ。日本全体の話なのか、それともその会社の中の社会という小さいコミュニティなのか。この差ってとても大事でね。会社レベルの小さな世界の話を、さも世間全体のね、社会かのように言う。 ブラック企業のような悪質な会社やね。この程度で辞める奴はどこに行っても続かないって。それを押し付ける上司がそれになるわけさ。だから、社会人としてっていう言葉を一回疑う必要があるのよ。もちろんだけど、社会人じゃなくて会社人レベルの話だからで、えー、それを無視していいわけじゃないよ。 あくまでも、それはそれ。業に言っては業に従え、なんて言葉がありますけど、その言葉が、えー、会社人を指す言葉なら、その会社内で従えばいいだけの話だし、それが、社会人を指しているのであれば、社会に適応させればいいと思う。えー、私はそう思います。以上、こまみれでした。最後までご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録、いいね評価、コメントなどなどもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。